さあ皆さんこんにちは、としきです。さあ今回は小松駅からスタートです。第2弾となっております。さあというわけで小松駅に着きました。これね、毎回思うんですけどすごいっすよね。どうやってねモザイクアートを考えて作ってるんですかね。ほんまにすごいと思います。僕はもう一生かけてもこんなのイメージできないし作れないと思いますね。すごいです、人間の力。次の電車までは30分ほどあるということでちょっと時間余してしまったので、もう少しこの小松駅周辺を散歩して時間を潰して、それから電車乗りたいと思います。ということで散歩に出かけたわけなんですけれども、ここでまさかの食事です。カレーのお店を発見してしまいました。このカレーのシーンのアルバさんは有名だそうです。ということでサクッと食べることにしました。ケーキを食べたばかりなのであまりお腹は減ってなかったんですが、さすがにこの名物の満塁ホームランカレーは食べません。シンプルにカレーライスです。650円、こちらでございます。石川県のカレーといえば結構ねこの色が濃い、そしてドロッとしたね感じのイメージを持たれているかと思いますが、さあいかがでしょうか。ではいただきます。食べやすい味ですね。思っていたよりも癖が強いというわけではありません。しかし濃厚な味わいでございまして、腹ペコでなくても食べれちゃう味でした。結局カレーも食べてしまいました。美味しかったですね。なんかゴーゴーカレーとかのイメージありますかね。金沢のカレーって結構ドロッとした独特の味でね、アルバさんは美味しかったです。割と僕は好きな方のカレーでした。でもドロッというか、泥じゃないな、なんでしょうね。でも別にシャバシャバじゃないけど、その中間くらいで言ったらいいな。でも確かに水っぽくは一切ないんで。今ですね、たまたま新幹線がですね高架を通ってたんですよ。多分市場じゃないや、市場じゃないと思うな。多分検査運転的な感じですかね。はい、だと思うんですけど、使用運転みたいな感じだと思うんですけど、今通ってたんですよ。で今一瞬過ぎてその映像は撮れませんでしたけども、確かに新幹線が走ってました。ちょっといい瞬間を見れまして、はい、ちょっとお腹いっぱいで少し歩きにくいんですけれども、はい、まあ、お腹も心も満たされました。はい、まあ、そしてカレーに関してはそこまで辛さはなかったです。なので食べやすいと思います。はい、僕は結構辛めのカレーが好きなので、まあ、物足りないと言ったら、まあ、どうでしょうね。でも別に辛さくなくても全然楽しめる美味しいカレーだったので、スパイスはしっかり効いててましたし、だから別に辛くなくても満足できるカレーだったので、つまり美味しかったということです。では電車に乗っていきましょう。駅ビルというか小松内に向かいます。というわけでこの1時1分の水域普通列車に乗りたいと思います。久しぶりの JR 西日本でございます。加賀温泉駅を目指していきます。レッツゴー。はい、伊吹橋駅に来ました。そうです、
香川温泉郷なんですけれども、まあ、ちょっとね、いろいろ考えた結果なんですけど、前にもしかしたら泊まるかもしれなかった、温泉宿がありまして、そちらのね方に日帰り温泉も入れるということで行こうと思ったんですが、時間がねもうあまりないんですよ。2時半まで入って、3時かな、3時までに上がらなきゃいけないということで、今1時15分過ぎぐらいなんですけど、まあ走って行ったとて1時まあ4、50分にはなるんでしょうし、そこから入ったら2時なので、まあ、1時間も入れるかどうかぐらいなのもったいないなと思って、入力料も1500円しますし、であればそっちではなく1個手前の湯切り橋降りて片山津温泉もありますので、そっちを、ね、行くことに切り替えました。ということでこれから片山津温泉の方を目指します。で、そちらに行った後にもし時間が、残っていれば、そして僕の体力とか足が限界じゃなければ、山城温泉の方も行くかもしれないですけど、まあ、まずは片山津温泉の方に行きたいと思います。香川温泉郷の一つですからね。山中温泉、山城温泉、片山津温泉、あともう一個ぐらいあるのかな。海沿いの方にあります片山津温泉です。今回そちらにまず行ってみましょう。これなかなかすごいですね。これ線路、真上線路なんですけど、近いし、かつもうほぼこれもう真上、もう本当にここ穴開いてるというかね、抜けてるんで、そのまんまですよね、これ。なかなかここまで貫通的なやつないっすよね。初めて見たかもしれない。角度 3.5 キロくらいだと思うので、また歩きますけれども。はい、頑張りましょう。まあ、今考えてましたけど、片山津温泉行って、山城温泉も行って、阿波温泉行ってって結構、それはそれでハードな気がするんですよね。しかも阿波温泉の方もね、割とゆっくり過ごしたいので、そう行ってからはで考えたら、さっきも言った5時ぐらいにやっぱり阿波温泉行っておきたいんで、多分無理っすね。山城温泉行くってなったら、多分山城温泉着くので4時とか5時とかなるんで、そっからまた移動するんでね、温泉も入ってとかきついんで、やっぱり片山温泉今回は行って、その後に阿波温泉の方向かうということにします。山中温泉とか山城温泉はまた今度ですね。そうですね、山城温泉と山中温泉は一挙に今度周遊バスでも使って行きたいと思います。1100円とかで回れるみたいなんで、1日それ使って回った方が、まあ、得なんで、時間ある時にしっかりたっぷり回りたいと思います。ということで、片山津温泉オンリーで行きます。 Right side には雪山ですよね。 Alps、 素晴らしい景色が広がってます。まあ、これをね、また車じゃなくて歩くのがいいんですよ。まあ、チャリでも楽しいだろうけどね、自分の足でっていうのがいいんですよ。まあ、これをね、分かっていただける方はどのくらいいるのかってことですけど、まあいいんです、そんなのは。少数派であろうがね、僕自身が楽しければそれでいいので、はい。まあ、ただ体力と精神面のところで言うと、なんでしょうね、若干慣れてる方じゃないと大変かもしれませんけど、まあこうやってね、普段来ない土地に、ね、足を踏み入れて、そしてそこからも自力でいろいろね、自分の足で観光する、充実感が違いますよ、やっぱり。さあ、ということで結構歩いてきましたね。
あと1キロぐらいでしょうか。もうちょっとだかな。なんかそれらしきね、ところが見えてきたような気がしますが、まだ海は見えてないですね。あともうちょっとですね。こちらですので頑張りましょう。キャンバスって書いてます。循環線ですね。これ夜か、夜っぽいですね。これですね。まあでもそんなにやはり多くはないので、これですね、大人1100円ってやつ。空港アクセス券もありますね。これ安いですね。小松空港まで550円か。まあ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 、でも使わないですけどね僕は。先ほど自宅を出てから今に至るまでの、歩数が2万歩行きまして、総距離も16キロを超えました。大体ね、1日の旅行の時の総距離が30キロくらいが平均なんで、25から30かな。まあまだもうちょっと行けば、ちょっとね足疲れてきてるんで、さすがに。だから温泉でちょっと休んでね、チャージして行けばまあ大丈夫じゃないかと思いますんで、とりあえず温泉で一服しましょう。だいぶこの温泉郷のね雰囲気を醸し出してきたところですんで、楽しみですね。なんだあれ、おしゃれだな。これね、はい、片山津温泉のエリアに入りました。温泉郷です。この鹿屋後楽園さんに行きたいと思います。ちょっと足入ろうか。一旦ね、一旦足入ろう。うん、ちょっとね、まあまあ暑くてびっくりしてます。そしてちょっとね、袖がこれ以上ね上にできないんで、ヒートテックも履いてるんで、この子までにしてますけど、結構暑いね。でもめちゃくちゃ気持ちいいです。最高です。ありがたや。こう見て、結構真っ赤、真っ赤です。真っ赤だよ、熱っ。地元住みではなさそうな、まあ多分ね、その話、会話の内容的にですけど、おばあちゃん2人組にね、お話を、話しかけられたので、ちょっとお話したんですけれども、はい、結構ね、お湯自体は厚めだったんですよね。でも、たったね、3分ぐらいかな、だけでもかなり温まりました。来ました。野屋後楽園さんです。800円で入れるそうなのでね、政府登録国際観光旅館ってみたい。はい、行きましょう。お邪魔します。見て、本日は休館です。はい、お疲れ様でした。持っとるな俺は、やっぱりな。あ、じゃあ別のとこ行きましょう。観光ホテル別館時ヶ崎さんに来たんですけど、温泉はここなのかちょっと聞いてみましょうか。左に入力もあるそうです。残念ながら、おお、本当に地盤がちょっと沈下してますね。あの震災の影響で露天風呂とサウナは使えないという、ちょっと残念なんですけれども、まあそれでも営業してくれてるだけね、営業してくださってるだけでありがたいので、ということで2階ですね。あ、階段で行きましょう。とてもさっぱりしました。
良かったです。こちらは源泉配当の仕組みについて書かれております。こちらは岩盤浴です。ベッドでお金がかかると思うのですがね、なかなか充実しております。こちらは愛湯場ではなくてなわけで小木笠さんにございましてまして、温泉入ってますけど、内風呂だけでしたけど入らせていただきました。気持ちよかったです。ナトリウムカルシウム塩化物泉だったかな。結構ね、あの塩化物質の強い源泉ですので、これがさっき言った足湯縁側ですね。で、さっきてっきりね、あの海が見えてくるって言ってたんですけど、海じゃなくてあの湖でした。あの普通に間違えました。すいません。はい、遊泳可能な湖があちらの方にあるとのことです。で、この片山津温泉の総湯っていうのがあちらになります。ここですね。はい。ちょっと覗いてみましょうか。片山津温泉シティスパって書いてます。はい。こちら。残念ながら遊歩道は地震の影響で通行止め。先ほどのこれカモですかね、いっぱいいますね。すごい数だ。ということで加賀温泉片山津加賀ということで片山津温泉の総湯の方に中は入ってないんですけどね、ちょっとまあ湖も見たかったってのもあってちょっとその周辺を、見させていただきました。さあそして今からですね加賀温泉駅の方まで今度歩きます。 3.9 キロと Google マップで出ましたので、僕の歩くスピードとかで言うと多分40から45ぐらいだと思います。軽く途中もし走ったとして30分ぐらいとかかな。4時前には、今3時15分くらいなんで4時ぐらいにはつければいいかなと思ってます。では移動開始です。この片山津温泉配湯所とのお別れです。こちらね、時ヶ谷さんね、ありがとうございました。先ほどからちょっとだんだんとね、あの傾斜が上がっているというか、まあ上りですね、ずっとね、ちょっとずつ標高が上がって山の方に向かっていくといったところですね。頑張っていきます。失礼しました。片山津温泉です。今まで全部片山津って言うのか、片山津です。濁るですね。まあこれは多分しばらくの間登りでしょうね。今のところずっと登ってきてるんで、はい、風呂上がった後ですけどまた一汗かきそうですね。いい運動です。今回は行きませんが、山城温泉 5.5 キロここからね、だいぶあります。まあ、加賀温泉駅からもさらにあるんで、はい、まあ、もしこれでさっきのね結構何時間も前の話になりますけれど、2、3時間前かね、もう
あの片山温泉の後に山城温泉行くとかバカ言ってたやついますけど、ここに、撤回してよかったです。さあだいぶ6倍でも6倍ぐらいかな、まだあと20分ぐらいは歩きますね。はい、ちょっと電車の時間も考えながら歩きたいと思います。もしかしたら走らなくてはならなくなる可能性もありますし、ちょっとねぽつりぽつりついに雨も降ってきてしまったので、はい、いろいろ考えながら歩きたいと思います。山中温泉、山城温泉、加賀温泉駅、全部こちらです。特に山中温泉はさらに一番奥ですからね、10キロ近くあるんじゃないかな、もしかしたら7、8キロはあるでしょうかね。最近なんか Google マップの近道で行ってるんですが、ちょっと少しだけ大きな通りでから外れました。メインの通りから外れてこちらの道を通ることになります。まあ近道ならではですね、こういうのも楽しいです。あとは雨ががっつり降ってこないのを祈ります。あと12、3分ぐらいですかね、駅に着くと思います。電車までの時間もちょっと余裕があるので、かといってそんなめちゃめちゃ時間が空くわけでもないですし、まあちょうどいいかなと思います。はい、あとはひたすら歩きます。イエス、もう間もなく加賀温泉駅ですね。結構歩きましたね。もう少しで28,000歩、22キロ到達です。我ながら頑張ってはいますが、今までもこのぐらいの距離と歩数はね当たり前のように増してきたんで、なんかそこまで、ね、すげーとか全然思わないんですけど。サンダーバードですかね、特急が停車してます。着きました、加賀温泉駅です。もう特急は行ってしまったんですけれども、やはりまだ新幹線のね方はちょっと工事してる影響でこの入り口からも入れないので、まあそういうことですね。新幹線開通の16日まではこちらを通ってということですね。まあこれも逆に貴重ですね。はい、期間限定ですから。反対側にやってきました。加賀の湯プリンとかありますよ。そして北海道の大企業ニトリ。これねやばいっすね、時間に余裕なかったら間に合ってなかった絶対。これかなり回り道をさせられてます。ちょっとびっくりした。着きました、加賀温泉です。
一見眠くないように見えますが、実は眠いと。おいけんぞ、あくび。頑張れ。あわら温泉駅からまた移動を開始です。ご覧の通り、あわら温泉の方、中心街に行くには結構距離があります。あわら湯の町駅まで移動しなくてはなりません。新幹線が開通すると、こちらサンダーバード号もこのあわら温泉駅を通ることは、そして停車することはなくなるわけです。僕も7年半前にサンダーバード号にお世話になりました。乗車しております。ありがとうございました。大阪から敦賀まではね、これからも走るそうなので、頑張ってください。せっかくですので、少し駅を見学していきましょう。観光案内所など、立派です。福井ミュージアムなど、結構新しめですね、やはり。新幹線開通に向けて、しっかりとリニューアルされたようです。ついに割と本格的に雨が降ってきましたので、まあ仕方ないですね。一応予定が降るみたいな感じだったんで、まあ、そんなに大したことはないじゃない気が、微妙だな、降ってはいるな。まあ大丈夫です、このぐらいは。こうしております。北陸新幹線、みんなの力です。大機械です。1兆6779億円、すげえ。下を JR、 上を新幹線ですね。なるほど。ここから先はまた徒歩とランニングで頑張ってあわら湯の町駅を目指します。ここからはしばらく2キロくらいはずっとその道沿いまっすぐなので、もう迷わずにちょっと軽く走りながら行きたいと思います。雨じゃなかったらよかったんですけどね、それだけはあれですけど、でも気持ちいいですね、走るときは。涼しいし、ね、寒くないんですよ。なんならちょっと走ったら止まってる分、風が心地よくて、はい、ちょうどいいですね。踏切ですね、はあ、こっち方面が泡なんで、急の街駅の方ですね。この線路そのまま行きたいぐらいの気分ですけど、はあ、あと 1.23キロくらいのところなんで、はあ、もうちょっともし、2つ手前の坂田駅で電車に乗っていた場合、50分弱なんですが、今34分16分の短縮に成功しました。結構雨降ってきたんでね、すぐもう宿行きますが、一応駅寄っています。駅からもね、そう3、4分なんで、まあ、ここまで来たらもうほぼゴールみたいなものです。
よし、宿の方も向かいましょうね。浦津区以外だと思います。私とこの東尋坊に来たんですよね。まあちょっと雨の可能性もあるんで、明日もさすがに傘さしていかなきゃいけないかもしれないな。こちらがあわら温泉マップ。後でこの湯煙横丁っていうの行ってみたいですよね。あら温泉グルントホテルさん、今回この旅で宿泊させていただくのはあわら温泉グランドホテルさんです。素敵なロビーで、さあここから部屋に向かっていきます。読書コーナー結構広いですね、やっぱね、この。で、お風呂も3箇所あるので、この辺りでゆっくり全部回りたいと思います。なんと卓球台もございまして、この日は団体客、若い学生さんたちが使っておりました。とても楽しそうでした。結構湯巡りが多いんですね、ここは。では、おいで、お邪魔しますということで、おお、自動電気つきますね。お、つきましたね。はい、ということでですね、つきました。はい、いいですね。もう一人には十分すぎますね、これは。こちらも、あ、なるほど。で、ここ鏡ですね。で、ここに冷蔵庫もあるということですね。十分ですね。で、工事中と、外はね、はい、そういうことです。まあ、本当に十分ですね。ちょうどいいわ、この広さで。さあ、ということでちょっと休んで、飯のこと考えつつ、まあ、風呂も行きつつということで、ここからはもうリラックスしながらってことで、ですね、ご覧の通り、ちょっといっぱいお風呂があるんですよ。湯巡りね。ごめん、ちょっと水で濡れてしまってる部分があって見にくいかもしれませんが。こんな感じでいっぱいあるんですね。なんなら、無料の岩盤浴もあったりとかね。はい。まあさ、あんま腹減ってないんで、一箇所風呂行ってから、飯挟んで、最後もあと二箇所風呂行こうかなと思ってますね。6番の、ところ湯本館のね、ここの僕の泊まってる、ここのね、館内は24時までやってるんで、まだ時間があると。で、この4番目の展望風呂のところは23時までが男性なので、まあ、それはちょっと早めに行った方がいいですね。で、1番の東館の方はずっと空いてるということなんで、まあ、ここは別に後回しでもいいかなと。多分大浴場で一番でっかいところてましたけど、で、まあ、一応ね、まあ、岩盤浴もあれなら岩盤浴も入りたいよねっていうことで、岩盤浴は11時までなので、まあ、ここは、まあ、最後ちょっと時間が余ればって感じですね。はい、そんな感じでいきましょう。雨も本格的に降ってきてまいりましたが、一旦ねちょっと飯に行きたいと思います。今回は食事付きにしてないので、まあ、ちょっと湯煙横丁に行きたいっていうのもあったんですけど、それをね、まあ、そこでいいかなって思ってたので、でちょっと気になるお店をね、見つけましたので、調べましたので行ってみたいと思います。すごいですね、ヤカタビみたいな、まあ、グラデーションですね。こちら湯煙横丁行ってみましょう。夕飯は湯煙横丁で、行ってみましょう。
こちら中華飯店丸さんへ行ってみました。見てください皆さん、美味しそうな麻婆豆腐です。僕の大好きな麻婆豆腐、いただきます。ええ感じや。そこまで辛さはなくてですね、こう甘さもしっかりとあり、食べやすい味となっております。僕は辛さがある方が好きではあるんですけれども、旨味がしっかりとね引き立っておりまして、となってくるとね、米が欲しくなってくるんですね。やはり少ししょっぱさというものもねありますから、やっぱ塩気があるものに関してはね、米が必要だということです。もちろん麻婆豆腐だけでもかなり美味しいんですが、そういうタイミングで到着です。天津飯です。この天津飯がまた美味しかったんですよね。トロットロなんです、見てくださいよ。おいおいね、ふわふわのトロトロでございます。おいしそうやろ。ほんでこれうまいんやわ。はい、しっかりとね冷ましてね、お子ちゃまと一緒ですよ。うまいね。このあんがちょうどいいんですよね。癖がなくて食べやすい。そしてね、あんがね、こうね、塩辛すぎないんですよね。塩辛くありすぎないので、非常に食べやすい。麻婆豆腐がね、しっかりとね、若干なんていうんですかね、塩辛さもあるので、まあ、バランスうまく取れるというか、どっちもね、しょっぱいっていうのときついんですけれども、ね、ちょうどいいです。米もね、パラッとしてね、美味しいんですよ。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。雨がすごい降りっぷりなので、さっさと宿に戻りましょう。あれは何ですかね。うわ、めっちゃ雨やばいね。なかなか雨やばいけど、まあ、普通にお腹いっぱいになりました。しかも美味しかったです。良かったですね、行って良かったです。あとはもう温泉に入るだけですね、ゆっくり。ではね、一旦落ち着いたんでね、休憩もできて、まあ飯も食った後だいぶ消化も進んだので、一旦お風呂行きたいと思います。で、3棟あるんですけど、その3棟のお風呂、まあ、全部回るんですが、一旦まずは早く、一番早く閉まるところから行った方がいいので、まあ、そちらから先に回ろうかなと思います。では行ってきます。てなわけで、このまま温泉をゆっくりとゆったりと満喫したところで、1日目は終了でございます。さあ2日目、どんな旅になるんでしょうか。おはようございます。2日目の朝です。もう朝といっても10時を過ぎました。そしてコーヒーサービスしたメイソー東進ボール。だいぶ下まで降りてきました。まあこの辺りまで行ってきますが、うわこれすごいね、これ。これはすごい。高いありです。